はい、おはようございます。釣り子 TV です。これライザーベイトの008、ついにですね、釣り具屋さん店頭に並んでましたよ。先行してブラックバスとかにちょうどいい007っていうサイズがですね、並んでいたんですけども、で実際に買ってシーバス釣りなんかで使ってみていたんですけども、その時から、まあ、出たら欲しいななんて言ってたですね、このちょっと大きくなったサイズ、これをですね買ってきてみたので見ていきたいと思います。で時を同じくしてですね、007番、これもですね前回出たのと違うカラーが、店頭に並んでいたので一つ買ってきてみました。なんでこの008と007、どういう違いがあるのかなっていうのをですね、比較していきたいと思います。で価格がですね、この007番は、1620円っていうことで売ってたんですけども、ちょっとだけ大きくなってちょっと高くなってるんですね。こっちは1710円ということで、まあこんな感じでまず値段の違いがあるのかなというところ、それと、パッケージがですね、これ海釣りコーナーに置いてあったんですね。でジャッカルの海釣りっていうことで、この青い感じのこんな感じのパッケージで、007はこういう感じで、赤を基調とした、デザイン、こんな感じで出てましたんでね。でまだ出てないみたいなんですけど、今度じゃあ004番ってこれよりちっちゃいサイズも出るみたいなんで、それもまたパッケージの色違うのかなって気になりますけどね。004番も出たらちょっと1個は買ってみたいななんていうふうに思うんですけども、こんな感じで海用と、ブラックバスとかにちょうどいいよって感じでデザインが若干違います。ただ大きさは一緒ですね。じゃあ早速ですね、こっちの008番開けていきたいと思います。スルッと出てきた。はい、こんな感じで、まずはスプリットリングこれついてないんですね。00この7番の方はですねスプリットリングがついてるんですけども、008番はここの頭に最初からスプリットリングがついていない仕様になっています。でこういう感じでデザインもだいぶ違いますね。つるんとした感じになっていて、腹側上、ここに愛が一つプラスでついてますね。ここに背張り仕様で背張りをつけたりとか、いろいろチューニングしたりするための愛が上にもついていて、でこういう感じのフックがついていますけども、結構ですね持った感じはずっしりします。でこのライザーリップもだいぶ大ぶりになったのかな。数字の上では007と008って1しか違わないけど、随分大きくなったなっていうイメージがまずあります。で、まあ、せっかく買ってきたんでこの007も一緒に開けてですね、どういう違いがあるのか、見ていきたいと思いますけども、これが最初に出た007番ですね。から随分こっちがなんていうかリアルシェイプっていう感じだとすると、008番はこうディフォルメされたっていうか、そこまでリアルシェイプではないっていう感じですね。でこんな感じでリップもだいぶ大きさが違って、長さ、あとボディの幅、これなんかも数字以上にですね結構違うデザイン、まあ、全く違うルアーみたいな感じなんですけどね。このライザーリップを搭載しているっていうことで、ライザーベイト兄弟なんでしょうけども、このライザーリップの方も007番はこうちょっと、角があるような感じですけども、六角形っていう感じですかね。こっちの方は丸くつるーんとした感じのライザーリップが搭載されております。でフッ
ックの方もですね、だいぶこっちはあの小型の青物ぐらいまで想定したルアーということで、結構丈夫そうな、軸の太い、サイズも比較的大きいフックが標準装備されてるんですけども、007の方はこう小型のフックですね。これも結構小型な割には軸線はちょっと太いかなと思うんですけども、でもまあこういう感じで全然違いますね。で、重さのところを最初に測っていきます。これね、ライザーベイトの新しく出た008番、これの重さはまずは21.7g ということで、まあスナップなんかつけたらおよそ 22g ぐらいになるんじゃないかな。じゃあ立て続けにこっちの007番は何 g でしょうかね。こっち 8g っていうことで、およそ倍近くですね、こう重さの違いがあるっていうことで、まずこの形ですからね、かっ飛びそうだなって。この形状 でこのリップなんかがこう上に上に行くような軌道を描いてくれるっていうことで、非常に飛距離の方は期待できるんじゃないかなっていうところと、あとはまあこのつるんとしたボディが何ですかね、シーバスのルアーってこういう感じのデザインが多いんですよね。あのアイマとか、まあ一番オリジナルラパラなんかも結構つるんとしたシンプルなデザインですけども、結構この手のつるんとしたデザインが本当シーバスなんかを意識したようなデザインじゃないかなっていうところで、でブラックバスって最近こういうリアルカラーとかリアルシルエットが結構まあ流行ってますからね。こういう感じで全然デザインのところもこう、こっちはエラブタなんかまで細かく彫り込んであるけども、こっちはつるーんとそういうのがなくてですね、で目のところもこっちは比較的なんていうんですかね、ちょっと瞳孔のあるようなリアルアイっていうような感じの黒目のアイなんですけども、こちらの008の方は丸くデフォルメされたようなこういった、目をしてますね。というわけで、まあ、この背張りのところもどうやって使うのかとか研究していきたいですけどね、裏に説明書きとか違ってくるのかな、だいたい書いてあることは一緒なんですけど、この万引き防止のこのセンサーの下に書いてあるここの文章がちょっと違うみたいですね。ちょっと軽く読んでいきたいと思います。008、ショアからのシーバス。小中型回遊魚がメインターゲットの008。遠浅の河川、干潟など、シャローでのシーバスゲームから、イナッコやイワシなどのボイル打ちも得意とするということですね。ロングキャストしても表層をキープできるアイテムはライザーベイトだけといっても過言ではない。その圧倒的な優位性を体感してほしい。ルアーの性能を 100% 引き出すためにルアー接続にはスナップを使用してくださいということで、これカラーがイナっていうカラーみたいですね。というわけで、遠浅のシャローなんかでもこのリップを使って、シンキングルアーなんだけど急浮上するから浅いところの攻略とかもお手の物だよというところと、あとはそうですね、ボイル打ちなんかにぜひ使ってくださいねなんていう風に書いてありますね。だからまあボイル、まあ鳥山ですよね。海だとこう上空を旋回する鳥山なんかを見かけたら、ぜひこれを投げてみると下から、湧いてくるんじゃないかな。でこれを使った時もですね、ちょっと沈めて、で上にピョン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 って飛ばして、で水面から出たぐらいのところでバコーって抑え込むように水柱が立ったっていうイメージなんで、これはおよそ重さも倍になってますからね、探査距離が倍になるのかな。で前回これで魚釣った時にあの説明忘れてたんですけど、これ 8g で、でこのこっちに比べたら半分ぐらいの重さで小型なんですけども、姿勢が形がいいからなんですかね、13ポンドのナイロンラインって、まあスピニングにしたら結構太めのナイロンラインで使ってたんですけども、
これの時点でもうめちゃくちゃよく飛んだっていうイメージがあって、あんな遠くまで届くのかよ。だからまあ流行りの PE ラインとかを使って投げたらもうとんでもなく遠くまで飛ぶんだろうななんていうのが、イメージできたんですけど、それの倍の重さありますからね、これはかなり、遠くまで攻めれるんじゃないかなというところと、まあでも重さも倍になってますからね、沈むスピードも多分だから倍になるんでしょうから、どれぐらい、まあ、浅いところ、結構自分もこの秋のシーズンとか干潟とかですね、浅いところを夜、釣ったりすることが多いんで、そういうところでまずは夜聞くのかっていうところとか、まああとはデイゲームでね、ボートとかも行ってますんで、そういうところで使ってみたいなと思うんですけども、で数字の上では008っていうことで、まあ普段使ってる11センチとか12センチぐらいのライザーベイト出たらいいなぁなんていう風に言ってたんですけども、結構これずんぐりむっくりしたボディのこのなんていうんですかね、対抗もあるし幅もあるんで、結構この008番で思い描いていた大きさっていう感じにはなってきてるんで、これはちょっと早く投げて釣ってみたいなって。今ちょうど秋って、シーバスが産卵前にこう餌を穴掘りするベストシーズンですからね、早速ですね釣り場に持って行ってですね、いろいろと投げ込んでみたいななんて期待させてくれる。でボイル打ちに特化してるっていうことで、まあ、今もうだいぶ寒くなっちゃいましたけどね、来年なんかはブラックバスのハイシーズン、バスが、果敢にこう、まあそんなに大きくはないですかね、この手の、ベイトを捕食しているボイルなんか見かけたら、まあもちろんこっちの007番も使っていくんですけども、これ倍の重さありますからね、あそこを届かせたかったなーなんていうところも、まず届くんじゃないかなと思いますんでね、あとはベイトなんかでもブラックバスだと使いやすいサイズ感なんじゃないかななんていうふうに思いますんで、これはまあその時の状況に応じて、ブラックバス、シーバス問わずなんか魚が上ずってんなっていう時はどんどんとですねこう投入していきたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV はですね、期待のこのジャッカルのライザーベイト、それの大きなサイズ008番が発売されていたんで、こっちの007番といろいろサイズ感とか見てみたいよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。